元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は11月30日木曜日、週中でございます。ね、週中。私今日のですね、ランチはですね、近くにね、有名なね、シューマイ屋さんがあるんですよ。結構いつも並んでるんですけど、今日どこ行こうかなと思って、まあそっち方面行ってて、ちょっと覗いたらですね、誰一人としてお客さんがいなかった、珍しいんですよ。で、私が入っていったらですね、どんどんお客さんが、はい、増えてきてですね、最後いっぱいになったんですけどね。私、昔からですね、お客さんを呼ぶ体質があるんですね。小売業向きなんですよ。面白いでしょ？なんかね。それで、これね、ここ、シューマイ定食ね。これね、1100円なんですよ。美味しそうでしょ？これ1個ね、エビシューマイが入ってるんですよね。で、シューマイもですね、後味が悪くなくてね、非常によくできたシューマイなんですよね。ご飯は少なめですね。で、このスープも美味しいです。で、これね、四川風の麻婆豆腐でね、結構ピリッとね、辛いですね。いいです。ほいで、こうちょっとね、温野菜がこうピピッと入っててね。気の利いたランチですよね。で、これ私のお腹でございますね。ほいで、これこういうマフラーをね、今日はしてるんですね。派手でしょ。黒いね、デニム履いてね。そんな感じでございますね。ということで、今日のね、空はね、非常に綺麗でね。まあ、ちょっとまあまあの気温ですかね。16度ぐらいだったですかね。まあ、しのぎやすい感じのね、コートは、まあ、いらないですよね。昨日の夜は寒かったですよね。ダウン着てましたけどね、私ね。若手青年実業家たちとね、10時過ぎぐらいまで飲んでましたね。それで飲んでましたって言っても梅酒のね、サントリーの、なんか山崎の、樽でですね、熟成させた梅酒っていうのがあってですね、それが美味しいんですよ。それで、それのですね、お湯割りね。これを2杯だけ飲んでね。で、あとお水飲んでたんですけど、で、わー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 言いながらね。一人葬儀屋がいるんですよ。葬儀屋が。で、ね、葬儀屋が、ティアさん見ましたよ、とか言って。それでまた、いろいろね、よく調べましたね、あそこまで、みたいなね。あれですよ、と。ティアさんじゃなかった、小さなお葬式、小さなお葬式の、なんていうんですかね、小さなお葬式って小さなお葬式を自分でやるわけじゃないですよね。小さなお葬式のプラットフォームを運営してるだけで。それなんか聞いたら、なんか動画では5万円ぐらい取っていくんじゃないかとおっしゃってましたけど、違いますと。29万のやつは14万円持っていきます。なんかね、えげつない商売ですと。言ってましたね。ということでね。まあテレビ CM やりすぎて儲からないでしょうね、きっとね。そういうことで、小さなお葬式の79,000円はね、とにかく何もないですから。ね。白木の棺桶だけですから。気をつけましょうね。大体まあ相場。ティアさんの価格はですね、葬儀屋の専門家が言うにはですね、全然高くないですと。リーズナブルだと思いますって言ってましたね。そういうことでね。なんか葬儀者を値切り倒す人は嫌いだって言ってましたね。まあそらそうでしょうね。自分が葬儀屋に勤めてますからね。やってるわけじゃないですよ。今ね。葬儀屋を自分でやろうかどうかね、ものすごくずーっと迷ってるんですよ。この1年ぐらいずっと迷ってるんですよ。みんなでいじってね、面白かったですね。すごくいい人なんですけどね。なんか年収750万円ぐらいあるらしいですから、そのままね、サラリーマン続けてた方がいいですよね。と思うんですけどね。はい。それでこれ今日のね、お花でございます。カラーっていう花ですね。カラー。ザズーとか言って、2000円しますね。日当たりを好みますと書いてありますね。球根なんですね。まあなんか面白い。これも確かにこう、カラーですよね。襟って感じの。なんかね、変わったお花でございまして。なんか、ついついパチリとね、値段を入れて取るというのがね。からのこう、名前もね、忘れちゃいますからね。名前も入れてね、取るというね。で、ここの花屋さんにね、ほぼ、毎日ね、あんたんところの花をあげてるけど、あんたんところの店の名前は言ってないと。ね、言いましたけどね。ですね、まあ、それはそれでね、しょうがないですね。私の居所がね、分かっちゃいますからね。それで今日のポンちゃん、ラブちゃんね、行きたいと思います。はい。はい、ポンちゃんですね。だいぶ良くなりましたよ、ポンちゃんね。ね。あんまついてないもんね、黄色いのね。これゴールドアイって今日血統書来てましたけどね。金目ですよね。金目猫。ね。ちょっとラブちゃんも金目っぽかったんですけどね、子供の頃。だいぶ、まあ、丸くなってきましたけどね。ちょっとついてますね。後で撮ってやらなきゃ。はい、こっちがラブちゃんですね。はい、ラブちゃん、でかいですね。もう、あんた、ポンちゃんの、なんか3倍ぐらいあるよ。5倍ぐらいかな。
でもね、ラブちゃん可愛いっすよ。おとなしいしね。あの、ポンちゃんをね、相変わらず、だいぶ慣れてきましたけど、まあなんかね、あの、ラブちゃんが水飲みに行くと、あの、ポンちゃんが来るんですよ。それでラブちゃんはもう嫌になってね、水飲むのやめちゃうんですよね。仲良くやれないの？ね。スコットランドとイギリスですからね、仲良くやれないかもしれないですよね。ポンポン、ポン。ね、これはもうほんと猫らしい猫ですよ。あったかいとこ大好きですからね。ラブちゃんはもう、あったかいとこ大嫌いですからね。ここら辺ついてますよね、まだね。これね。ちょっと後で撮ろうと思います、YouTube 終わったらね。はい。それで、今日の日経平均株価なんですけど、上げましたね。165円上げまして、33,486 円ですね。なんで上げたかもよくわからないですけど。トピックスね。ダウが良かったのかな昨日。で、トピックスが、10ポイント上げましたね。グロースも、グロースはちょっと下げてますね。ちょっとだけですけどね。で、為替ね、147円59銭ということで、若干ちょっとまた円安方向に来てますね。で、為替は、あの、先物ですね。先物はまあそんな大きな動きはないですけど、プラス方向ですね。それから10年債の利回り 0.668 ということで低いですよね、利回り。それから日経 VI ですけど 16.57 ということで、ボラティリティは低下してますね。そういう感じですね。恐怖はあんまりないですね。で、今日のニュースですね。なんか、キッシンジャーさん死んだんですね。プーチンが弔電を出して、ね、賢明な政治家だと。あ、そうですか。なるほどね。リニア中央新幹線ね、JR 東海の流域自治体などの協議会で了承と。まあ、揉めますよね、このリニア中央新幹線って。ほんと。なんとかなるんですかね、これで。それで、他には、キペちゃんもなんか、キッシンジャー哀悼の意を表してますね。古き良き友人とか言ってますね。まあ、言ってるだけですけどね。ね、12月に適用の住宅ローン固定金利、大手銀行確保で対応分かれると。あ、そうですか。これ皆さん興味ありますよね。どうなるの？固定金利。三菱 UFJ が6ヶ月連続で金利を引き上げる一方で、他の大手4行は足元の金利上昇の一服感を反映する形で引き下げることになりましたと。あ、チャンスですよ。固定金利に変える。ね。そうですか。なんか、10年固定で最も優遇する場合の金利、三菱 UFJ 銀行は 0.08 ポイント引き上げて年 1.12% にすると安いっすね。私が住宅ローン組んでた時と比べたらものすごく安いっすよ。まあ、優遇金利なんでね。10年ですからね。まあ30年になるともっと、35年とかもっと高いでしょうけどね。それで、三井住友銀行は 0.1 ポイント引き下げたんですね。で、1.19。まあ、1.19 でもね、三菱 UFJ より高いっすよね。で、みずほが 1.4。ね。三井住友信託 1.4。リソナが 1.64 と。みんな高いっすよね。結構ね。三菱 UFJ が一番安いっすよね。まあ、だからちょっと引き上げたんですよね。ということですね。はい。それからあとは、資生堂ね。年初来安ね。中国市場の販売低迷を嫌気と。でしょ？そういう風になるでしょ？だね、いずれ来るんですよ。ね。現地、だそもそも資生堂ですね。アクシージャー私持った時資生堂ね。中国での EC の、もうちょっと注目してたんですけど、資生堂なんかうまくやれないですよね。ブランド力はあるんですけどね。みんな、中国の方も知ってるんですけど、難しいですよね。それでまあ、何ですかね。一応中国製の、化粧品もなんか、結構ね、いろいろ出てきてて、魚の滝のこのようにね、何しろ儲かりますからね、化粧品はね。だからまあいろいろいっぱい参入してくると、そういうようなまあことでございますよね。NVIDIA CEO、米半導体の自国生産、10年から20年を要するところもできないって言ってるのと一緒じゃないですかね。ね。で、ぜひ日本のラピュラスを、で、やってください。ね、お願いします。受け負いますんで。熊本に TSMC もできますから、第2工場ね。ということで、よろしくお願いします、NVIDIA さん。ね。ということでございます。それからですね、ダウですね。大して上げてないですよね。プラス13ドルって。35,430。で、そこに日経平均と、これ、あれですね。アメリカ市場があまりリンクしてないですよね。で、今、先物見てみますと、めちゃくちゃ上げてますね。ダウの先物。227ドル上げて。すごいですね。ナスダック100万上げてますね。で、また1万6000ポイントにね。また乗っかってますね。
うん、そんな感じです。あ、日経平均の先物もあげてる。いいな。ね。ユーロドル 1.09 ですね。昨日4日、ちょっとね、下げてますけどね。ドルインデックス 103.29 ということで、またちょっとね、ドルインデックス上がってきましたね。原油も上がってますね。79ドルね。それから、ビックス業指数 13.03。低いっすね。問題ないんじゃないかな、というふうに思いますね。ということでね。あ、そうそう、このドイツのね、メルセデス・ベンツ、BMW ね。これ中国で EV 用の高出力充電網を構築するとか言って、ドイツはもう中国にものすごく深入りしてるんで、もう逃げられないんですよね。だからまあ、EV で行くなら中国に、みたいなね。まあ、ほんでまあ、中国の、まあ EV はあくまでもやっぱり中国の EV ですから、まあお金持ちはやっぱね、ベンツとか BM に乗りたがりますよね。で、そういうブランド力を活かしてね、商売できるんじゃないかというふうに思ってるんだというふうに思いますけどね。しかしながらなんかトヨタさんがね、全固体電池をいろいろやるということになってくるとですね、結構話は変わってくると思いますけどね、いろいろね。まあ、トヨタもね、なんかリベンジできるかもしれないですね。それからあれですよね。やっぱ合成燃料っていうか、水素もそうですけれど、そういうのってね、なんかちょっと、ひょっとしたら結構現実味を帯びてくるかもしれないですよね。できればそれは日本がね、リードしてもらいたいなと、日本人としては思うんですけどね。やっぱそのエネルギー関連とかね、そういうのって自国で賄った方がいいじゃないですか。そうするとやっぱりその水素にしても、まあ、合成燃料にしてもですね、やっぱこう、自国でね、こう賄えるような、そういうような形にね、持っていくというところがね、私はもうすごく産業全体にとってもね、まあ、日本を強くするのは、まあ、そこからだと思いますよ。日本の弱みっていうのはやっぱり、ね、輸入しなきゃいけないとエネルギーの元になるのね。そこがやっぱ一番問題なんでね。それさえなくなればね、あれですよ、人件費はね、上がってないんですよ、ずっと30年もね。ということですのでね。まあそこがポイントかなというふうに思いますね。でもまあ電力料金が下がらなきゃ意味ないんですけどね。まあでもさすがにね、そうなると電力料金も下がらざるを得ないということになるんじゃないかなというふうに思いますね。で、今日のお題はですね、これですね。グリー。これ視聴者さんからもね、リクエストあったんですけど、ほっと見たら、ちょっとなんか、研究してみたいなという気持ちになりまして。568円で定位株ですしね。PBR はまあ1割れてないんですけど、1.06 なんで。まあ、そうですね。一応、こう、昔のグロース株ですからね。そう考えてみると、まあいいのかな、と。まあいうふうにちょっと思ってですね。まあ今日のお題が、グリー株の再成長はあるかな、と。ね。で、リアリティっていうのがあるんですよね。まあこれの伸びがですね、カタリストかもしれないな、という、その辺もね、お話ししたいと思いますし、それからですね、プライムのこう上場維持基準に、ちょっと引っかかってるところがあるんですよ。そうですね、まあ、なんか対策を講じなきゃいけないんで、ここもですね、ちょっと注目だというふうに思ったんですね。それで、グリーンにですね、まあ、この定位株だし、ということで、まあ、私が興味をちょっと少し示してるのはですね、なんかちょっとですね、オエノンもそうですけど、まあ、もっと言うと JT なんかもそうですけど、中毒性のあるものね。ゲームも中毒性あるでしょ今もう、任天堂とね、それから何ですかね、プレイステーションの、まあ、天下みたいなもんなんですけど、ですけども、やっぱそのゲームっていうのはもう本当中毒になりますよね。で、課金してでもこう、アイテムをいろいろ集めたいというね、そういうような、まあ、中毒性を持っとるというようなところでですね、この中毒性というテーマはですね、成長の、まあ、やっぱ源泉なんですよね。だ中毒性があればですね、なんかこう、ずっとそこにお金を投じ続ける人がいるわけですよ。お酒なんかも典型例ですけどね。なのでもう、エノモも絶対大丈夫だろうなと私は思ってるんですよね。ね、合同修正ね。今日もちょっとね、あれですよ、サミットでチェックしましたけどね。サミットにね、1.8 リットルね、一緒、ね、入ってる紙パックのやつがありました。ね、レモンサワーの素ね。ウォッカベースです。レモンサワーの素ね。もう、なかなかね、いいじゃないですかね。アルコール度数が 25% とか言って。書いてください。ウォッカ。ね。というふうに思うんですよね。そういうことで、まずその、グリーですね。一つはこう、じっくり見てみようと思ったのはね、一番の理由はね、これなんですよ、これ。財務。これがですね、ここね、剰余金929億、もうほぼ1000億持ってるんですよ。それで、有利子負債は、なんと 0.17 倍、ほぼないんですよ。
で、自己資本比率は 73.9% もあるんですよ。これは問題なんですけどね。それで、まあ、一株上場、これ株数が多いんですよね。だから、まあ、539円と、こういうことになってるんですよね。でも、これはもうね、要は、グロスと見なされなくなってるんで、まあ、ここまでね、500円台までこう下がってきてるんですけど、まあ、ただね、やっぱなんかカタリストがあればね、ちょっとこう別かなというふうにまあ思ってるんですよね。一番ね、売上がね、高かったのは2012年です。これも上場して間もなくですよ。2009年の確か上場だったと思うんですよ。ちょっとどうかな。そうですね。2009年上場ですよね。で、こっからもうすごいっすよ。139億、352億、641億。それで、1582億ってもうこの伸びはすごいっすよね。これはね、経営者調子に乗ります。これね、経営者田中義和さんっていう人なんですけどね。まあ、風雲児ですよね。IT 業界の。ということなんですけど、こうバーっと登っていってね。それで、ここはもう、これでもう最高益出してですね。これで、そこからもう下り坂なんですよ、ずっと。ここね、何が起こったかちょっとですね、iPhone が出たでしょ？で、これ普及期に入ったんですよ、スマホが。それで、もともとはですね、ブラウザーゲームとかですよ。ね。それから昔のガラケーのゲームとかね。で、そういうのから出発してんですよね。だからね、スマホ対応がね、まあできてなくて、まあできてなくて、まあ手遅れだったんですよね。で、まあザーッとね、押していったんですね。もちろんですね、その任天堂とか、あとプレイステーションの影響もまあ大きいというふうに思いますけど、でも、ここですね、先ほどのようなですね、すごい、要するに、剰余金を持ってるというのはですね、とにかく、この上場以来ですよ。赤字が1回だけしかないんですよ。こう、100億赤字あるでしょ ?2015 年。これはね、減損なんですよね。要するにね、これなんかもう盛んに買収を続けてきたんですよ。で、それでね、ここでまあ、これはダメだというね。ということで、まあ、減損を出したというようなことで、まあ、それ以外はですね、基本的にはまあ、利益はちゃんと出してるんですよね。で、まあ、今度は、あれですね、まあ、10円とか、12円とか、11円とかいう、まあ、配当なんですけど、まあ、やっぱり、ですね、再びですね、この100円近くの、まあ、やっぱり、利益が出ればですね、それなりに、まあ、やっぱり今の状況だとですね、配当をね、まあ、上げてくるんじゃないかなというふうに私は思っとるんですけどね。まあ、というような、まあ、ちょっと、まずね、基礎知識として、まあ、それが、あります。それでですね、まず、グリーっていうのは、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、グリーが何やってるかっていう話ですね。これはですね、まずこのゲームアニメ事業ですね。ここちょっと見ましょうか。これですね。で、この、なんか、ヘブン・バーンズ・レッドとかいうのが今、なんか一番イケてるんでしょ。ね。世界初のモバイルソーシャルゲーム、ソシャゲーってやつですね。で、これのツリスタッチの2007年に、まあ、公開して、で、まあ、バッとこう、上場まで行くんですけど、それで今こいつが一番、ね、なんかいいみたいなんですよね。というようなことで。それからですね、アニメ事業っていうのがあって、で、これはもうアニメ制作やってるんですよね。まあ、大したことないですけどね。やっぱ一番、強いのはですね、このゲームですね。ゲーム。これすごいと思います。それからですね、このメタバース事業っていうのをね、新たに始めてて、メタバースって言ってもですね、何ですか？クエスト3とかのメタが出してるじゃないですか。ああいうこうなんか重たいゴーグルをね、こうはめてね、あんなのはね、やってみたらわかりますよ。これはね、普及しないなと。あれでメタ偉い損してんですよね。ですけど、こうゴーグルで、あれがね、普及すると思っている、何ですか？ザッカーバーグのね、脳みそがよくわからないですね。自分でやってみろよって。で、頭あとね、こうしばらくやってると、クラクラしてくるわけですよ。ね。というふうに思うんですよね。と、それよりね、あれですね、アップルが出したやつですね、AR のやつですよね。まあ、あっちの方がね、よっぽどね、もう外がずっと見えるわけですから、ずっとね、ある意味、なんて言いますか。まあ、フレンドリーですよね。とは思うんですけどね。まあ、どっちしても、このゴボッとしたやつをね、それなりの重量のあるやつをね、やっぱこう、頭部にこうかけてるくちゃ、首が絶対なんかこう、どうかなりますよ、首が。それでなくてもね、年取ってあちこち痛いのにね。でも私、ゴーグル一応持ってんですよ。バカでしょ。一応こう、どんなんかなみたいなね。うん、まあ、後ろを振り返ったら後ろに人がいるっていうようなのは、まあ確か面白いっちゃ面白いですけどね。まあそういうことで。まあゲームする人はいいかもしれないですね。私はゲームしないんでね。で、ここはですね、あと、なんかっていうと、あれですね、もうこうスマホ上のメタバースなんですよね。こんな感じの。
で、こう、自分でですね、こう目とかそういうのをこう選んでですね、で、こう、自分でこう、着飾って、で、まあ、場合によったら、アイテムに課金するとか、そういうことになるんですけど、で、まあ、何ですか、こういうふうに、こう、チャットでね、やり取りをするんですよ。こういうふうにね。ね、面白いでしょ。で、この、XR クラウドっていうのがあってですね、このバーチャルイベントですね、これをですね、こうやるということが、まあ、できますよ、というような、まあ、ことらしいんですよね。こう、歌ってですよね。で、観客いて。で、投げ銭もあるんですよ、投げ銭も。で、このリアリティだけのコインっていうのがあってですね。で、それで投げ銭でこう。で、ほいで、まあ、その一部をですね、要は、なんすか、こう、やってる、歌ってる人に、こう、行くわけですよね。で、残りは、その、このね、グリがね、ガメるというね、そういうやつなんですよね。それでなんかですね、このダウンロード数がですね、なんか1500万ダウンロードに来たみたいなニュースが、これ出てるんですよ。だからまあそうそう。これはまあブロックチェーンに当然紐づいてると思いますよ。そのやる投げ銭とかそういうのはね。あと、このアバターもそうですけど、まあそういうふうにしてやってるということですね。アバターつけてライブ配信して、でまあコミュニケーションもやるっていう。このライブ配信がね、いろいろ歌ったり、あるいはその、なんすか、お話をしたりですね。なんかこう、キャピキャピみたいな感じの、で面白いことやると、その視聴者がこう、ついてね。まあ、あれですね。VTuber みたいなもんですけど。それのだからまあ、ライブ版ですね。というような、まあ、ことで、なんか、うん。まあ、それなりに、ゲームとかもできるみたいなんですよね。面白いでしょ？こういうワールドね。だから、こういうふうにね、なんすかね、こう、なんか、現実世界を模したような、そういう風景を、こう、一緒に、こう、なんか、デートするとか、そういうのもできて。でまあ、それ全体が、まあ、メタバースなんですよね。なんで、平面のメタバースです。だから、なんすかね、一応その、三次元に動かすことは、まあ、できるんですけど、皆さんが思ってるようなですね、ゴーグルを被るようなやつではないですね。まあね、正直言ってゴーグルよりこっちの方が私は普及すると思います。簡単ですからね。で、まあ、今までと違うわけですから、こう、後ろ側に回ったりね、こう、進んだりとか、いろいろできるわけですよ。だから、そこのところがね、まあ、非常に有望かなというふうに思ったんですね。だからこのリアリティっていうのがあるんで、ちょっと私ね、ワンチャンあるかなと、いうふうにはちょっと思ってるんですよね。で、まあ、その他にもですね、なんか事業は、一応こう DX 事業とか、なんかね、企業の DX をサポートするとか、あとコマースね、これこういうのやってるんですよ、こういうの。こういうのね、これ。これね。マインっていうんですかね。ここでまあなんかこう、こう動画付きでね、こんなんやってね。これでまあ売るよ。まあ商売しとんですね、商売ね。まああの、あれです。人様が出店してね。これでまあそのカソリを取るという。まあそういう商売ですね。出店料ね。売り上げに応じてね。そんな感じの商売もやってるというようなまあことなんですよね。それで、漫画事業ってなって、まあこれも大したことはない。漫画事業はいっぱいありますからね、いろんなところにね。これもそんなね、儲かるようなものでもないかなというふうに思います。それと、投資事業ね、これやっぱこういうね、ベンチャーは、まあね、大体こういうスタートアップ投資とかやりたがりますよね。で、今ここいっぱいね、結構投資実績あるんですよ。ね、すごいでしょ。まあこれがね、みんなね、金になるかどうかそれはわかんないんですよ。だけど、まあうまいこと上場できたらお金がガポッと入ってくるというね。まあそういうようなことを、まあ、ベンチャーは、やっぱりベンチャーに投資して、ね、まあ、お返しをするという意味も込めてね、まあ、これでいいんじゃないかなと思いますね。これでちょっとね、これ決算説明会の、まあ、資料なんですけどね。これ第一四半期です。6月期なんですよ、ここね。ね。で、全6月期どうだったかっていうとですよ。良くなかったんでしょう、多分。ちょっと待って。全6月期ね。全6月期は、売上も営業利益も、まあ、ちょこっとですけど、プラスですね。で、純利益が下振れてますね。まあ、なんか、ここにあるんですね。まあ、どうでもいいんですけど、今期は大事なんで。でね、非開示です。競争が激しい業界で、浮き沈みが多いので、ね、業績予想ができないと言ってます。まあ、それでもいいんですけどね。それでこれ、第一四半期終わってですね、どんなことになったかっていうとですね、売上高は158億円と、で、営業利益12億と。で、メタバース事業が好調に推移して想定通りの着地って言ってますね。で、ゲーム、アニメね。これがね、158億のうちの17 117億。だからもうこれはもう大半を占めるんです、やっぱ。で、ヘブン・バーンズ・レッド。こいつがね、なんか、1.5 周年 ?1.5 周年のイベントってあるんですね。1年半ってことですよね。で、これ大ヒットしたんですね。
わかんないですけど。で、営業利益は16億ありますね。それで、メタバースね、さっきのあの、リアリティね。これがですね、プラットフォーム事業の成長と利益構造改革が走行して、売上高が20億になって、で、営業利益は1億円ということなんですね。だからこれまだこれからなんですよ。ね。だからこれがどうなるかはね、ちょっと見ものだなと。で、DX ね、これはなんか、売上13億で営業利益2億円で、まあこのままな、まあ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 、こうね、安定的な感じですね。なんかマーケティング DX とか、これあれですね、広告とかそういうのやってるんですよね。そういうもんだと思います。もちろんインターネット関連ですよ。で、コマースね。これアウモっていうね。そういうのをね、アウモっていうのはどんなのかっていうと、これですね。これがアウモです。会社、こんなね。で、まあ、ここが、いろいろ提供サービスね。で、国内最大規模のお出かけ情報サービスね。こういうのやってるんですよ。ね。で、なんかまあ、なんか、飲食店とか宿泊レジャー施設そういうのもね。でもこういうのありますよね。いくらでも。だからそんな言うほどやんなくてもいいんじゃないかなと。マインだけでいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあいいんですけど、このアウモがまあちょっとね、旅行も好調なんで、まあ、売上3億ですけどね、わずかね。営業利益はないです。で、投資ね。大型の分配はなかったもの、安定的に投資を継続し、投資資産を積み上げてると。売上高6億で、営業利益はマイナス2億と。これね。まあ、ここしょうがないですよね。まあね、投資事業なんでね。ただやっぱ大事なのはこのね、ヘブン・バーンズ・レッドっていうこのゲームね。これですよ。で、これはですね、まあちょっとなんか QoQでは下がってるんですよね、両方と。営業利益も売り上げもね。ただこのメタバースね、こいつが伸びるかどうかなんですよ、ポイントは。そこだと思うんですよね。何しろ、営業利益、QoQで赤字から脱却してね。プラス4億で営業利益1億円出てますからね。どうなるかなと。伸びるときは急速に伸びますから。ね。国境を越えますんでね。連結決算の概要ね。まあいいです。これもどうでもね。今見た通りです。それで、あれですね。まあ、こう見ていくと、これが前期なんですけど、まあ前期の、あれですね。第一四半期より売上が下がってますよね。で、利益も下がってると。こういう状態なんですよ。で、営業利益率も、まあね。前期の第一四半期 9.5% に対して 7.8% まで下がってるんですよね。うん、まあ、これはね、ちょっとやっぱり株価がパッとしない理由はこれですね。と思います。だけど、出すときはですね、19.1% とか 24.6% とか、第3クォーター、第4クォーター、前期出してるんですよね。上がるときはすごいんですよ。ね、面白いですよ。ということで、ございまして、安定したものを求めるんだったらやめた方がいいですよね。私もマーベラスでね。マーベラス、やっぱやめたっつって。あれ損してませんからね、言っときますけど。ちょこっとだけ、プラスで、逃げましたから。それでまたね、証拠にもなくね、こういうの見てるわけですよ。ですね、これは19ね、投資事業がまあ足引っ張ってますよね。それで営業利益12億になってるってことですよね。それで、費用はどうでもいいんですけど、メタバースのところなんですけれども、ここはですね、売上高が、第2クォーターの業績見通しがですよ、売上高19億で、営業利益がマイナス2億の予想なんですよね。なってんですよ。だけど、もう第1クォーターで20億いってんですよ。で、1億円のプラスが出てんですよね。で、こういうものの性格から言ってですよ、下がるってことはちょっと考えづらいじゃないですか。私はそういうふうに思うんですよね。なんでまあちょっとなんか変だなーというふうにまあね、思ってるんですよね。うん。それでこれ、何ですかね。ニュースでなんか出てましたけど、はい。これね、ここあるでしょ？ほら、プレスリリース。スマートフォン向けメタバースリアリティ、全世界ダウンロード数が1500万を突破。ダウンロードするっていう行為はですね、やりたいっていう行為ですから。もうですから、ダウンロードイコールね、アクティブユーザー増えてるっていうことを意味してるんですよ。もうあっという間に1500万なんですよね。本当に、すごいと思います。これね、ちょっと読みますと、リアリティはスマートフォン一つで自分だけのオリジナルアバターを作成し、ライブ配信による交流からゲームまで、楽しめるコミュニケーションプラットフォームだと。ワールド機能ではアバターの姿のまま、3D 仮想空間内で友達とのコミュニケーションが楽しめると。ね、デートもできるわけですよ。で、ライブ配信で受け取ったギフトの収益化も可能だと。これね、2018年8月のサービス開始ですね。
それで順調に成長を続けてきてですね。で、去年の10月に1000万を突破したんですね、ダウンロード。そして、その後約1年でという短期間で1500万を突破したと。これね、なかなかの成長スピードだと思います。で、バーチャル空間上の自分の部屋を作ることができるルームの機能の追加とか、あとプリキュアシリーズね。それとか、サンリオですね。これとの期間限定コラボなんかをやってるんですよね。こういうのが良かったでしょうね。様々な機能、コンテンツを拡充することで、ユーザーコミュニティの活性化を推進していると。ダウンロード数の成長に伴い、月間アクティブユーザー数は約 1.5 倍と。増加と。そうするとね、お金も落ちてきますよね。2023年8月には過去最高の月間売上高を記録したって言ってるんですよ。だから、これはですね、ひょっとしたら化けるかもしれないなと。こんな感じでね。なんか女の子の世界ですよね。でもこれ、メンズもやるんでしょうね、きっとね。気色悪いな。だと思うんですけど。ここはね、キティちゃんいますよね。これもなんかサンリオのキャラなんでしょ？なんかよくわかんないですけど。私は知ってるのは、まあ、キティちゃんとかマイメロとかね、シナモンちゃんとかね、そういうのしか知らないんですけどね。ということで、まあ、なんか Z 世代の若者がですね、もう世界中に、いて、それを利用されてるということで、海外ユーザー比率は8割だそうですよ。だからやっぱね、やっぱこのネットのこのこういうビジネスって海外、つかま、国境を越えるでしょ。だからね、広がり方が半端ないんですよ。だからそこのところはね、ちょっとね、ワンチャンあるかなというふうに、まあ、なんか思うでしょ。そういうふうに、私は思ってるでしょ。グローバルメタバースプラットフォームとして成長を続けてますと言ってますね。それで、だいたいこう、22歳からですね、だいたいまあ、何ですかね、29歳のところ、あと18歳から21歳のところ、まあ、ここでだいたいもう 70% ぐらいいきますよね。その下の層もいますけどね。日本より海外です。まあ、この姿はいい姿ですよね。だってね、物理的ななんかあれじゃないですか、店舗とか構えないわけですし、なんか商品をね、発送するわけでも何でもないですから、在庫リスクもなければ、地政学リスクもないんですよ。はっきり言って。ね、戦争をやっているロシアとウクライナのね、まあ、ああいうところでもですよ。もうその、ね、恐怖を和らげるためにこういうね、リアリティみたいなゲームをやってる人もいるかもしれないわけですよね。そういうことでね、非常に、これはね、ちょっと期待できるんじゃないかなと。いうふうに思うんですよ。毎日無料10連ガチャキャンペーンとかやってますね。無料ということは普通はあれですか？有料なんですか？ガチャね。最大、アバターガチャが最大8回無料で引ける。9時ですね、9時。アバターのね。あ、そうっすか。へえ。そういうゲーム性を与えてね。で、引きずり込むんですよ。それでなんか、法人向けの限定5社、メタバース広告掲載 50% オフとか言って。なんかね。グループ会社のリアリティ XR クラウドでは、リアリティのワールド機能による 3D 仮想空間内の壁面や大型ビジョン等に様々な広告掲載ができる、法人向けサービスを提供して。それでまあね、なんか、このキャンペーン中はね、半額にするよみたいな。一体いくらなんですかね。それね。くくけ。面白いでしょ。12月22日はね。これはね、指数関数的にこれ伸びていくと思います。ある一定限度のところまでね。これもう支持されてますね。まあ、やっぱり女の子はやるんですかね。やっぱりね。というふうに思いますけどね。それでですね、これね、戻りますけど、正気に。正気に戻るんですけど。このメタバースのところですね。これがですよ、通期の予想が81億なんですよね。で、これ行くだろうな、というふうに思うんですよ。もう、第一クォーター20億ですからね。で、これも黒字化してるんで、場合によったらこれがですね、加速度指数関数的に伸びていくんであれば、ここの売り上げがもっといく可能性だって、まあ、ないことはないな、というふうに思うんですよね。で、この、ですね、主力ノートのゲームですね。なんか、まあ、バーンズなんとかとか言うやつ。ね。よくわかんない。ゲーム。それがですね、業績予想がこう、レンジで表記されてるんですけど、410億から450億と。それで、営業利益が50億から60億。で、これね、いずれもね、イヤーオンイヤーで言うと、マイナスなんですよね。だからまあ、こういう状態ですから、要するに株価上がらないんですよ。本当に。で、この、一番下の投資のところも、これよくわかんないじゃないですか。いきなり食らうかもしれないと。ということで、やっぱり株価が上がらないんですよ。まあ、あれこれ株価の上がらない要素が満載なんですよね。ということなんですよ。だけど、ですね、このゲームアニメ事業はですね、このヘブン・バーンズ・レッドね。こいつね、この部門はですね、これ、
営業利益率だと思うんですけど、13.4%。この第1クォーターでもあるんですよね。で、前期の第4クォーター16%なんですよ。でもね、これね、本当初期のね、営業利益の高い頃ってのは、営業利益が 40% とか 50% とかあったんですよね。あられみたいな。営業利益。そういう感じなんですよ。面白いっちゃ面白いですよね。こういうもう、デジタルでね、ゲームをやらせるというね。こういうのね。だから収益率すごい高いんですよ、これね。まずね。で、これ、まあ、生き延びてきて、で、あんだけのお金持ってて、で、こう、続けられてるっていうのはね、なかなかね、立派かなというふうに私は思います。それでですね、あと、まあ、これ、いろいろ、これはまあ、ゲームの、今、開発中のやつですね。そういうのが、まあ、ここだけあるよって言ってですね、自社開発で4本、地域展開で7本、共同事業で4本、ライセンスで2本あると、いうことをね。まあ、まあ、一応ね、次から次へと用意しとかないとね、あ、じゃないですか。ね、飽きられたら、終わりじゃないですか。ということでね。いうことでございます。それでですね、メタバースね。これに注目してるんですけど、あれですよ。ここはね、そのさっきの、リアリティ以外にですね、VTuber 事業もやってるんですよね。ね。レイムとかいいやつね。レイムと何でしたっけ？なんか、マリサでしたっけ？ああいうのね。VTuber ですよね。まあなんかそういうのもやってんですよ。VTuber 事業ね。でもこれあんまり大したことないし、こっちは。で、問題はこっちなんですよね。これでまあ、売り上げはまだ大したことないです。だけど、あれ面白いですよね。あれ新しいですからね。で、これはね、メタバースのプラットフォーム事業、リアリティのところですね。これがですね、で、なんで注目したかっていうと、この第一クォーターのですね、これ営業利益率見てください。22.8% もあるんですよ。すごいでしょ。で、4億1000万のですね、セグメントの営業利益あるんですよ。で、これね、すごいなと思うんですよ。隠れてます。なんで隠れるかっていうとですね、この法人向けのメタバース事業ね、リアリティ XR クラウド、こいつがね、ダメなんですよ。大きい、大型案件が入らないんで。だまあ、ね、しょうがない。まあでも、8000万ほどのマイナスですけどね。それと、もう一つ、その VTuber の事業、これもダメなんですよ。やめた方がいいと思うんですけどね、リアリティスタジオとか、スチュージオスとかね。タレントとかいらないと思いますよ。これ 1.8 億のマイナス。これがあるからですね、本来のですね、リアリティの事業のこの収益率がですね、相殺されてしまってるんですよね。で、これ軌道に乗り始めてるというふうに思います。そうするとですね、うまくですね、こいつらがですね、収支トントンになればですね、ものすごく利益率の高いビジネスだということが言えると思うんですよね。リアリティの事業ね。まあそういうことでですね、私はですね、ちょっと注目したんですよ。今、面白いかなと、皆さんに伝えなきゃと思ってね。で、こうなんか、あれですね、24年の、6月ですかね、なんかこう、営業利益はないことになってるんですけど、出るんじゃないですか、これ。ね。で、なんか中期的な目標で、なんか、2026年の6月期、これがなんか152億売って19億とか言ってるんですけど、まあ、でもなんか、あれでしょ ?2022 年の10月に1000万ダウンロードで、その後、あれですよね。まあ、約1年で500万ダウンロードを獲得したわけですよね。だって2018年からずっとやってですよ。それで、やっと、去年の10月に1000万来たのに、その半分をですね、増やすのに、まあ、ほぼ1年でやってるわけですよね。そうすると、まあ、ダウンロード数はどんどん増えてきて、そこの売上高っていうのは、まあ上がっていくように私は思うんですよ。で、まあこの DX 事業とかですね、まあまあどうでもいいです。別に、広いでやってますけどね。どうでもいいと思います。投資事業ね。はい、そういうことなんですよね。これでですね、このですね、グリーという会社ですね、グリーという会社はですね、こうウィキなんですけど、まあ2004年にまあ、サービスを開始したんですけど、これね、田中義和さんっていう人ね。この人がですね、まあ、なんか個人の趣味で、ね、グリーを始めて。で、まあ、そしたらですね、なんか偉いユーザーが増えてきて。それで、なんか楽天にいたらしいんですよ。で、その前はね、ソニーですかね。ソニー。この人ね、日大の出身ですね。日大のね。それで、あれですよ、政治経済みたいな、そんなんですよ。だから、別に、テック系の出身じゃないですよね。そういうの関係ないですよね、やっぱりね。
きっとゲームが好きだったんでしょうね。だから、いわゆる、モバイルゲーム作ってね。それで、流行ったんですよね。そういうことで、ですね、なんか、メールアドレスで、まあ、要するに登録して、携帯電話のね、ガラケーですよ。これで、やれるように、まあ、なったんですよね。で、これ、モバゲーとともに、基本料金のスマートフォン向け、ブラウザゲームを前面に押し出した SNS として知られるということらしいですよ。まあ、当初はミクシーのように交流機能を主軸とした PC 向けの SNS だったとか言ってますね。そうなんですか。まあ、いろいろあったんですね。それで、名前の由来ですね、グリー。これはもうよくわかんなかったですけど、私、これで初めて知ったんですけど、社会心理学者の、このスタンレー・ミルグラムっていう人がいるらしいんですよ。これアメリカの人ですね。イェール大学。で、シックスディグリーズ、何でしたっけ、セパレーションですかね。セパレーションズ。6次元の隔たりというね。そこから名付けられてると。これはですね、知り合いから知り合いへ人のつながりを辿っていくと、6回のつながりで世界のすべての人に行き着くことができるっていう仮説らしいんですよ。本当ですかね？そう、知り合いから知り合い辿っていくとね。あ、そう。6回で。まあ、そういう計算上そうなるのかもしれないですね。ネットワークやコミュニケーションに代表されるインターネットの面白さ、便利さ、楽しさを新しく生み出していく存在でありたいというメッセージが込められていると。だからね、意外とね、あれですよ。この、SNS で繋がっていくとかね。あとそういう意味で言うと、繋がりを大事にしていくという意味ではですね、それで、なおかつその中毒性のコンテンツを、主軸にビジネスをやっていくというね。しっかりしてるんですよ、最初はね。すごくね。でも、まあ、どういうことになったかというとですね、要するにですね、こうずっとこう、こう1万人から10万人になるまで数ヶ月しかかかってないですよ。それでまあ、その20万人、30万人で。これでもうそのね、立ち上げて、3年後には100万人いってんですよ。ね。すごいっすよ、これね。だから、これ遊んだ方いらっしゃるんじゃないですかね。うん、私はやったことないですけどね。それで、2009年ですね。これは利用者1500万人を突破したんですけど、その時にソフトバンク携帯で高額請求のトラブルが相次いだと報道がなされましたと。ね。それとですね、これはなんかソフトバンクモバイル自体に問題があったんですかね。よくわかんないですけど、なんか、有料サービスの場合、NTT ドコモや AU では暗証番号の入力を求められるけれど、ソフトバンクモバイルはその機能が省略されていたと。まあやっぱグリーのせいですよね。ソフトバンク携帯を利用する未成年者について、月額課金の上限規制を実施すると発表したと。なんかそういえばそういう事件ありましたよね。まあ携帯の時代ですね。ね、折りたたみの。おいでもってですね、そのうち2010年に、まあ、iPhone が出てくるでしょ。だからまあですね、グリーのアプリをモバイルで開始せざるを得なくなるんですよね。それで iPhone に、いわゆる対応して、それでその後ですね、2012年ですね、コンプリートガチャってさっきね、ガチャガチャですよね、くじですよね。で、コンプリートしたらなんかいいものがもらえるみたいな、いいアイテムがもらえるみたいなやつですかね。で、それがですね、なんか景品表示法違反ということで消費者庁から指摘を受けて、っていうことが、まあ、いろいろあるんですよ。で、違法であると指摘を受けたことに対して、以後のリリースを中止及び5月31日までに、すべての運用を中止すると発表したって言って、やってますよね。コンプリートガチャはやってないのかな。そういうようなことで、まあ、いろいろね、なんすかね、問題が起きてるんですよね。なんかね、2013年には未成年利用者が月額上限金額より多く課金していた問題で、社内調査で、発覚してから4ヶ月間対策を講じなかった点を森雅子消費者層に問題視され、速やかに公表するように行動で注意を受けたと。なるほどね。まあ、対策を講じなかったというよりも、なんかぼーっとしてたんじゃないですかね。と思うんですよね。というようなことで、ですね、まあ、いろいろ器用方変のあったグリーなんですよね。それでまあこれに対してですね。でまあいっぱい買収もしてます。買収ね。で、これ、グリーンの M&A でここで出てくるんですけど。ですね、いっぱい買収してるんですよ。まずね、そうですね、アトランティス。現在のグロッサムっていうやつですね。こいつ買収してて、今もこれ持ってますよね。16億円ですね。金使ってますよ。金入ってますからね。使ってですね。それから、オープンフェイントっていうのをね、これ2008年創業したカリフォルニアのアメリカの会社ね。ソーシャルゲームプラットフォームだから、まあ、もう当然、親和性ありますよね。で、世界中にこの時7500万人のユーザーがいたらしいんですよ。だけど、
これを85億円で買収ってすごいっすよ。もうこの頃、蝶よ花よの世界ですから、なんかね、お金ガンガン入ってきて、円によって世界進出を成功させて波に乗ったんだけど、2015年に事業整理で清算したと。85億、消えたんですね。まあでもその間儲かってるでしょうからね。あと、ファンジオインクっていうのは、これはですね、Facebook のモバイル向けゲームですね。これは2009年に創業されたところで、なんか最も革新的なスタートアップトップ50に、まあ、挙げられた会社らしいんですけど、こいつをですね、ゲーム開発能力向上のために2012年にですね、2.1 億ドル。まあ今で言うと、あれですよね、300億ぐらいで買収してんですよ。だけど、グリーの業績が低迷して、2015年に142億の特別減損を計上したと。だから2015年に赤字になってるでしょ？マイナス100億の。で、これですね。原因はね。次に、パプリカラボ。これもね、韓国のなんかゲームデベロッパーらしいんですけど、これもね、いつ買収したのかなと。創業から4年8ヶ月ということは、2016年ぐらいですかね。にグリーに買収されたということで、これはまだ持ってますね。ソーシャルゲームを各国に提供することが、まあ、可能になったということで。まあまあ、良かったですね。これはまあ、貢献してるんじゃないですかね。で、ポケラもね、これはですね、なんかアップストアとか、Google Play で上位を取ったゲームをいくつも開発してるソーシャルゲームのデベロッパー、開発者ですね。で、これにですね、これを買収してですね、いくらで買収したかは書いてないですね。2015年に業績が低迷したものの、現在アイドル関係のゲームの開発さあ、本当ですか。そういうのをやって事業を継続してるってことですね。で、世界へね。これがね、なんでこんなの買収したんかなと思うんですけど、これ、リフォームの定額サービスやってんですよ。この会社をね、13億円で買収してね。それで、なんかグリーの子会社が、その時に工務店150社とのネットワークを持っていましたって。なんかね、頭が爆発してますよね、この時の。田中さんね。なんで工務店、リフォーム事業に乗り出すんですかね。変わってますよ、本当に。やっぱりね、バカ金がボンボン入ってくるとですね、やっぱ調子のチャンスよね。何でもできるような気がしちゃうんですよ。それでこう、囁かれるとね、やっちゃうかな、みたいな。そういう軽いノリなんですよね。何しろ、フォーブスのね、お金持ちに何度も選ばれてるんですからね。なんか、2017年のグリーの事業整理で不動産売却の一括査定されて、家を運営する株式会社Q に売却されたということで手放してますね。それから、アドフリーっていうのね。これ2016年に買収してますね。アドフリーくんとかいうのがある。よく知らんな。アプリやネットワークに対して収益化に最適な広告を自動で選んでくれるというシステムね。やってるんですね。これはまあ、まだ持ってますよね。パワーブローインク。またアメリカですね。ウィスコンシン州。これね。モバイル向けゲームの開発運営をやってるということで。2016年に買収してますね。買収後、ドラゴンソウルの拡大と開発力強化に注力して、海外展開を急加速させたっていうんですから、まあ、これも役に立ってますよね。ただ、海外売上の比率が、リアリティなんかあってね、一挙に 78% とかね、80% 近くなるっていうのは、こういう海外ね、アメリカ等の買収がですね、非常に効いてですね。それから、3ミニッツ、これは2017年に43億円で、買収してますね。これはオリジナル動画コンテンツの企画とか制作を手掛け、で、国内最大級のインフルエンサーマーケットを有しているというような、まあ、ことでございまして、国内っていうのは、こう、あれですね、日本のことですね。それで、インスタグラマー .jp というインフルエンサーのプロモーション事業とか、ユーザー数280万人を突破している国内最大級の、ライフスタイル動画メディア、さっき見ました、マインですね。これを運営してるんですね。この3ミニッツが、やってるんですね、あれね。で、グリーンに買収された後は、AD ムービーバイ3M ね。と呼ばれる動画制作や SNS 配信とこれらの効果検証をまとめたパッケージ広告シリーズをリリースしてデジタルプロモーションに特化した事業を展開しているというようなことですね。ということで、まあ、大体ですね、ほぼほぼ、工務店以外はね、まあ一応事業に関係あることを、ものを買収していってますからね。創業に関係あることね。それでですね、これね、田中さんのね、これはね、ちょっと古いんですよ。2015年の話なんですけど、ちょっと古いんですけど、決算説明会にこの人出てこないんだね。第一四半期はね。顔見れなかったですけど、なんかちょっとね、割とこう、ちょっと飲みすぎじゃないですか、顔が。ね。そう思いますけどね。こんな感じのね、いかにももう IT 系長者みたいな、いい感じですけど。
なんか、そうですね、この人がなんか言ってるのはですね、田中義和に学ぶ逆境からのカトルの見出し方ということで、この人言ってるのは、周囲の誰からも褒めたたえられ、社内全員がうまくいってると思うような、順境ですね、逆境の反対ですね、長く続くわけがないと。うまくコントロールできているつもりなのは、つまり予測の範囲内に収まっているということだと。この頃2015年で下り坂になってますからね。ははは、ね。もう、これ、お腹から出た言葉ですね。調子よくブワーって言ってたのにね。そんな楽な状況とは、すなわち自分たちが次の成長に必要なチャレンジをしてないことの表れでもあると。自分たちがちょっとやそっとではできないようなチャレンジをしてこそ、人も会社も成長できると。向かい風の中でこそ、たくましく成長できるのではないだろうかと。向かい風です、この時。2015年ね。で、諦めず続けるということ。逆境で動けなくなり、諦めてしまう経営者も多いと。確かにね。それでは何も生まれないと。求人サイトの運営会社を創業して、5年後にミクシーを大ブレイクさせた笠原さんは、有名ですよね。笠原圭さんね。それまでの5年間、周囲から求人サイトなど今更意味がない、などと批判され続けたと。それでも着々と続けて、会社としての体裁を整えたからこそ、ミクシーを世に送り出した時も、すでにすぐに軌道に乗せられたのだと。言ってますね。同じ頃、いきなりグリーを始め、軌道に乗せられなかった自分には。そうなんですか。その5年間の蓄積がないことが弱みと自覚できたと、石の上にも5年が大切なのだと言ってますね。血の上にも5年どころじゃもうないんじゃないですか。これ。この状況は。これね。石の上にももう10年ぐらい経ってますよね。もうすぐ10年ぐらい経ちますよね。これは、もうそろそろね、なんとかしないとね、まずいっしょ。ね。大枠を外さなければ大丈夫と。石にかじりついてでも続けるにしても、そもそも水のないところで一生懸命井戸を掘っても無駄であると。それはそうですよ。ね。砂漠じゃ無理ですよ。グリーの場合では不調であっても、モバイルでのサービスとか、ゲームという領域でビジネスを展開することは、大枠では間違っていないと確信できていると。細かい技術論やマーケティング論などは、そのスピードをどれだけ、二の次で、その大枠の中で、トライアンドエラーをすればいいだけのことだと。じゃあ、例えばやってみると。間違ったら、ね、やめると。で、なんか繰り返していきたいと言っとるんですね。まあ、これはね、その通りだと思います。要は、そのスピードをどれだけ早めて、競争相手よりも早く結果を出すか。ということに尽きると。そう。まあそうですね。トライアンドエラー。しがみつかない方がいいですね。エラーしたやつをね。だと思いますね。結構しがみついてないですか、この人も。そうは言いながら。コンプガチャ問題ね。先ほど見たやつですね。発生した時に自分たちはまだ真の意味でのより高次な、高い次元のね、社会的責任の何たるかを理解できていなかったと思うと。は、若いですね。まあまだ理解できていない財界の重鎮とかいますけどね、いっぱい。はっきり言ってね。なんか池袋でね、何人もこう、死なせた、ね、元役人がですよ。なんかこう、俺は悪くないみたいな。そういうこと言うわけですからね。まあそうですね。で、数千万人のユーザーを抱え、1000億円を売り上げるビジネスなど未経験で、その規模において求められる企業の、社会的責任などよくわかってなかったと。だからこそ、すぐに反省し、学んで修正していったと言ってますね。結果的にその経験が強みに転化できたと思うと。革新的なサービスを安全に継続的に楽しんでもらうために必要なノウハウを習得できたからだと。あ、そうですか。ステージに見合う組織を作るということで、グリーの急成長は従業員がまだ50人、100人の頃に開発した釣りスターや探検ドリランド。知らんな。やったことあります皆さん。などのウェブゲームの大ヒットをもたらしたと。その後、海外進出、スマホシフトなど、同時並行で急速に事業展開を推し進めたため、組織も拡大。そうするとね、収集つかなくなりますよね。そこへモバイルゲーム市場の構造変化が起こったことで、業績が低迷したと。まあそうですね。だからこそ、過大な取り組みを実施し、事業を成長軌道に戻すため、ネイティブゲーム1000名体制に取り組み、原点に戻り、ものづくりを大事にする企業文化の浸透を図っていると。状況の変化に対応し、常に組織を見直す必要性を学んでると。ネイティブゲームっていうのは多分これ日本初っていうことですよ。日本初のゲームであるべきだということですよね。だからもうまさにそうですよね。先ほどのリアリティなんかはもう、日本のアニメの世界ですよね。秋葉の世界ですね、どっちかというと。アーリーステージの頃、まあだから初期の頃ですね。これは24時間365日業務についていた感じだったと。まあ大体ね、でもね、これは本当だと思いますよ。そう、でもそうなるんですよ、やっぱりね。トップはね。特にこう、プログラムでしょ。ね。だからもうそうなるんじゃないですかね。しかし、それではですね、最良のコンディションは保てないと。まあそうですね。業務から離れて気分転換することも大切だと。私の場合、気の置けない友人と飲みに行くことが多いと。なるほどね。少しゆとりをね、持たなければ、いいアイデアも浮かばないし、追い詰められていくと、精神的に。そういうことですよね。
なんかつまらない映画を見てしまう3時間が惜しくてたまらないと、そんなことないですけどね、私は。だから私はダメだったんですかね。気分転換もそういった発想でいられるから、ビジネスに全力で取り組めているように思ってると。まあ、こういうようなね、こうインタビューに答えてね、これなんかですか、時代を作る情熱リーダーたち、スーパー CEO ね。スーパーね。スペルじゃなくて。でスーパー CEO 列伝っていうことですね。これって出てるんですよね。むしろ一緒。ということでね、まあちょっとこれはね、正直言って、まあ、まあそんなにチャラチャラしてる感じもしないんですよね。で、まあ先ほどのですね、このグリーンのですね、やっぱ赤字があの1回だけじゃないですか。工務店かなんか知らんけど。で、だからまあそれ以外はまあね、きっちり利益ずっと出し続けて、それでですね、会社に内部留保ですよ。非常に大きくで溜め込んでるわけなんですよね。これ一倍割れると大変ですよ。ね、入ってきますよ。ね、村上くんとか、丸木くんとかね。なので、これね、割れるか割れないかの瀬戸際なんですけど、そこにですね、ちょっと最後に一つ問題があるんですよね。それはですね、どっちだかな、こっちかな。はい、これですね。これ9月27日に出てるんですけど、グリーからね。で、上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況についてってあるでしょ？でですね、ここね、あれなんですよ。これね、大株主見るとね、田中義和さん、61.65% も持ってるんですよ。これ持ちすぎでしょ？ああ、ね、こんなにいらないんですよ、本当はね。なんですけど、持ってるんですよ。それで、そうするとですね、なんかこれ何が適合してないかというと、株主は問題ないですよ。2万7000人ぐらい、ね、株主いますんで、上場維持基準の800人を満たしてるんですよね。で、流通株式も、まあ、55万6683単位ありますから、2万単位を満たしてるんですよ。で、流通時価総額ね、これも、379億直近であるんで、これだいぶ落ちましたよね、去年から。ね。これ100億円が基準なんで、これも満たしてるんですよ。ところがですね、1個だけ満たしてないのがあって、それはですね、流通株式の比率なんですよね。これがですね、30.9 なんですよね。それで、上場時基準が 35% なんですよ。ってことはですね、なんとか、要するに、ここに書いてありますように、当社は固定的な株主の、保有比率の引き下げで、上場時基準を充足させることを、もう定めてるんですよ。9月27日に提出した計画書で。それで、去年のね、それで23年6月末時点では流通株式比率向上には至っておりませんが、改善に向けて相手先に制限を設けず建設的な対応を重ねております。こう言ってるでしょ？ね？そういうことなんですけどね。こう 35% 以上ね。で、やっぱね、一部に痛いみたいですよ、プライムの。ね？それで何を したかっていうと、これ。これ、9月1日に発表したんですけど、これはですね、筆頭株主、および支配株主の、まあ、移動なんですね。こう、セコイアというところがですね、まあ、いわゆる公開買い付けに準ずる行為で、それでですね、筆頭株主になるんですよ。で、このセコイアっていう会社はですね、単なるセコイ会社ではないですよ。ね。これはですね、田中義和さんの会社です。ほんで、この田中義和さんの会社にですね、田中義和さんがですね、株式を、要は、まあ、あれですね、移すんですね。簡単に言うと。これ移動ですね。移動すると。見込まれますって言ってますけど。それでね、これどうなるかっていうとですね、これがセコイアですよね。なぜか純資産がマイナスになってます。8億1958万のマイナスね。だけど総資産は193億万ですよ。それでですね、このセコイアさんは田中義和さんの、まあこう、ね、代表者ですよね。で、この会社はもう田中義和さんが 100% 持ってるんですよ。これがですね、要は、ここにですね、何パーセントを移すかというとですね、これ下に出てくるんですけど、ですね、53.56% ね。これセコイアに、ですね、田中義和さん個人からですね、このセコイアという田中義和さんが社長をやってる会社にこれ移すんですよ。96万個ね。96万個ということはですよ、1単元100株ですから、9600万株ですね。9600万株ね。これをですね、移すんですよね。そして、ですね、移動後にですね、この田中義和さんね、これいくつになるかというと、8.26% になって、148,125個ね、この田中義和さんに残ることになるんですよ。8.26% ね。1480万株ね、分が、
8.26% になりますね。これをですね、多分ですね、市場売却するか、もしくは、株価を下げたくなければ、そうですね、立ち会い外で、機関投資家とか、そういうのに、まあ、はめるとか、そういうことを多分考えてるんだろうなというふうに思います。だから、先ほどのですね、これはもう、先ほどの発表の前に9月1日に発表されてますんで、ただ、これね、9月27日でしょ。だから、この時に、やっぱりプライムに残りたいよと。で、そのためにはですね、なんか建設的な話、建設的な話し合いをね。これね、要するに、多分市場では売りたくないと思うんですよ。株価下がりますから。そしたら、田中吉川さんのね、資産も減りますのでね。なので、多分、相手先っていうのは、要はこの田中吉川さんが持っている、まあ、残る、ね、8% ちょっとのね、この持ち株をですね、要するに、その、流通株式にすればいいわけです。だけど、市場で売るとなんなんで、例えば、立ち上がりの分配みたいな形で、要はこう、機関投資家に、まあ、はめるというようなことを、これがですね、相手先に制限を設けず、建設的な対話ということに、まあ、つながってるんだと思うんですよ。だからこれね、市場売却は私はないと思います。それやると、もっと下がりますから、株価。ね。それやっぱり格好悪いんですよ。これまあ、一世を風靡したね。IT 界の長寿じゃないですか。それでまあ、こう、なんちゅうですか、付き足でこう見るとですよ。もう、上場来でこう見ると、もうこんなんだったんですよ。上場した時1万円超えだったんですよ。でまあ、分割して。で、また分割して。それでも2840円まで来てね。それが今もうね、580円。580円、568円。とこまで来てんですよね。それで、まあ私はですね、まあ材料がなければね、ちょっとね、注目しないんですけど、このリアリティね、これがね、面白いんじゃないかな、というふうには思ってるんですよね。こうね、面白いでしょ？これはね、こんな風にしてね、非常に三次元的な動きをするんですよね。で、メタバースって結局こういう形なんでしょうね、普及していくんだろうなと思うんですよ。決してね、VR ゴーグルではないです。VR とね、メタバースは違いますから。ということでですね、まあ、ちょっとまあ、進化系ですね。もう本当二次元的なものであった動きしかなかったのが、まあ、三次元的な動きになっていくよっていうような、まあ、そういうようなことでございます。ということでね、あと今日はですね、まあ、ちょっとグリーンについてですね、ちょっと投資するかどうかね、まあ、ちょっと、なかなか、まあ、配当はね、多分ね、11円とか12円はやってくるとお金もありますし、で、場合によっては自社株買いも、自社株買いはできないだろうな。やっぱですから、なんせ、上場維持基準がね、35% というのは、あと 5% 必要なんですよ。ね。なんで自社株買いするとまた減っちゃいますからね。まあ、なかなかね、自社株買いもできづらいかな、というふうに思うんですよね。でもまあ、非上場はしたくないんでしょうね。非常上にできますけどね。お金があれだけありますからね。時価総額1000億でしょ。これで 60% を要するに田中義和さん持ってるんで、そうすると残り400億じゃないですか。それを400億にちょっと色つければ、ね、TOB、MBO できますよね。と思うんですけどね。929億もありますから。もうこれ、まあ500億か600億ぐらい、まあね、使えば、持ってますもんね。742億。まあね、できると思うんですよね。まあ、どっちでもいいんですけど。ただ、これはちょっと、なんか、まあ、ここまで下がってんだったら、サイバーエージェントね、リクエスト、まあ、来てたんですけど、前ね。で、私はね、やっぱサイバーね、難しいと思うんですよ。なんでかって言うとですね、このアベマね、アベマ TV ってやっぱコンテンツ事業でしょ。で、ゲームはもう一つのゲームで、もうずっとね、稼いでいくことはできますけど、やっぱこの放送事業じゃないですか、言ってみたら。まあ、ネットを返してますけど、で、それってお金もかかるんですよ。コンテンツ制作も含めて。で、それはもう、ネットフリックスとかね、アマゾンみたいになりゃね、もう自前でもうものすごく金かけてね、コンテンツできますけど、まあ、ワウワウだって大変だと思いますよ、私。ね。ということで、まあ、ちょっとこう、サイバーはないなと思って、ミクシーは高いしですね。DNA も高いし、グリかな、みたいな。ワンチャンそのリアリティにかけてもいいなと。あ、これから伸びるビジネスですよ。メタバース。は、これで一番伸びてますから、実際に。現実の数字が伸びてるんで、そう私いいんじゃないかなと。だからまあちょっとね、まあ試しに、なんすか、種付けぐらいはいいかな、みたいな。で、配当はね、むちゃくちゃ大変な配当利回りは望めないですけど、ちょっとそんな風にね、思ったんで、今日はですね、グリーをね、ちょっと見てみました。いかがだったでしょうか。
元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記。本日はここまででございます。もしこのチャンネルがですね、まあ、適当なんですけど、面白いなと思っていただければ、まあ、チャンネル登録をね、お願いしたいなと思います。それから、高評価ボタンお願いします。低評価押さないでください。それからですね、メガリクエストですね。ちょっとまあこんな感じでね、思いついたやつはこう、一本にまあ、一本で動画にする場合も、ございますのでね。そういうのが受ければ、もしですね、深く追求した方がね、というふうに思います。本日も長時間のご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。ではでは。